マイク・ムスターカス、マイケル・クリストファー・ムスターカス、マイケル・クリストファー・ムストコス、1988年9月11日体は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、プロ野球選手、サン・ルイシュ。右投げ左だ。MLB ・ミルウォーキー・ブルワーズ所属。愛称は、モーセムース。代理人は、スコット・ボラス。 カンザスシティロイヤルズのシーズン最多本塁打記録を持つ。南海ホークスでプレーし、引退後は、千葉ロッテマリーンズの打撃コーチを務めたトム・ロブソンは、おじに当たる。ロサンゼルス市内の時代には、遊撃手として、通算54本塁打の周記録を樹立し、マット・ドミンゲスト三遊間コンビを組んでいた。また、一方で、アメリカンフットボールのクォーターバックとしても、踊らしていた。 の、MLB ドラフト一巡目、全体2位で、カンザスシティロイヤルズから指名を受けたが、代理人のスコット・ボラスが高額の契約金を要求したために交渉は難航。ロイヤルズとの交渉が決裂した場合は、南カリフォルニア大学への進学を予定していたが、契約期限である8月15日午後11時59分、東部標準時の11分前に契約金400万ドルで合意した。 これは、全体1位のデビットプライス、560万ドル、全体5位のマット・ウィータース、600万ドルに比べると、低額であったが、ムスターカス自身が、ボラスの反対を押し切る形で決断した。は、A 級で22本塁打を放ち、16年ぶり20代での、ミッドウェストリーグ本塁打王となった。の、開幕前には、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて、 球団内では1位、マイナー全体では13位にランクインされた。しかし、同年は打撃不振で出塁率が3割に満たず、評価を下げた。は、本来の打撃が復活し、AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズで5月下旬まで打撃三冠を維持した。シーズン途中に AA 級オマハロイヤルズに昇格し、合計36本類が124打点で、 マイナーリーグ全体での2冠王となった。の開幕は AA 級オマハストームチェイサーズで迎えたが、6月10日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビュー。その翌日にジョエル・ピネイロからメジャー初本塁打を放った。その後はメジャーの壁にぶつかり、8月の半ばまで打率が1割台に低迷していたが、9月には約3ヶ月ぶりの本塁打を放つなど打率。 352、4本塁打と結果を出した。は、前半戦で15本塁打を放ったが、後半戦は失速した。三塁守備では守備防御点、DRS がプラス14で、リーグ2位、ザーはプラス16.8で、リーグトップだった。フィールディングバイブルアワードの三塁守部門で、エイドリアン・ベルトレに次ぐ2位に入り、ゴールドグラブ賞でも、最終候補に残った。 2月21日にロイヤルズと1年契約に合意した。この年は打撃がさらに混迷を極め、マイナー降格も経験した。打率はメジャーデビュー以来毎年低下し続け、212まで下がった。ホームランを15本放ち、三振を前年から減らした点は改善ポイントとなったが、シーズン通じて低打率だった。 守備面でも自己アーストの19失策を記録し、制裁を書いた。は、オールスターの投票では三塁手部門の2位で選出はされなかったが、34人目の選手を決める最終投票で選出された。オールスター後はやや調子を落としたが、それでも打率。284.22本塁打82打点、アップス0.817という打撃成績をマークし、 これら4部門すべてで自己記録を更新した。また、3塁の守備でも安定感を取り戻し、12失策、守備率96、969DRS4 という成績を残した。は、開幕から25試合に出場し、低打率ながらハイペースでアーチを放っていた7本類だが、ロサンゼルス・エンゼルス戦でのクロスプレーで、左手親指を骨折し、 15日間の DL 入りとなった。その後、一度は復帰したが、今度は5月22日の試合で守備中に、チームメイトのアレックス・ゴードンと交錯し、右膝の全十字靱帯断裂という、大怪我を負って、手術を受ける羽目になり、シーズン絶望となった。は、前年の右膝前十字靱帯断裂から復帰を果たした。月日のトロントブルージズ戦で、 シーズン37号本塁打を記録し、のスティーブ・バルボニを抜いて、球団シーズン最多本塁打記録となった。打率、272.38本塁打、85打点、アップス0.835の成績をマーク。本塁打は、自己記録を大きく更新し、初の30本超を果たした。打率以外の3部門で、自己記録を更新し、シーズンオフには、カムバック賞を受賞した。 同年11月2日に FA となった。球団はクオリファイングオファーを提示したが、11月16日に拒否した。自己最高の38本塁打を記録した直後ということもあり、オフの目玉 FA 選手の一人と目されていた。このオフは、同じ三塁手の FA 選手は、ムスターカス以外では、トッド・フレイジャーくらいしか目立った選手がいない事情もあった。 しかし契約交渉は苦戦を余儀なくされて3月9日ロイヤルズと1年550万ドル出来高。出来高が上限になった場合だと770万ドル。2年目はミューチュアルオプションで再契約を結んだが結果的にはクオリファイングオファー Q を拒否したことが裏目になってしまった Q の半額以下であり、出来高を含めても前年の年俸870万ドル。 を下回る金額での再契約になった。なお水面下では、エンゼルスから3年4500万ドルの契約提示があったとも言われているが、結局は破断になったという。2018年7月27日に、ブレッド・フィリップスとのトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。身長は5フィート11インチ、約180.3センチメートルと、比較的小柄ながら、 類まれなパワーを持ち、どんなコースの球でも引っ張って長打にすることができる。打席では、積極的に振っていく傾向にあり、支球数が少ないため、出塁率があまり伸びない傾向がある。実際、例えば2017年シーズンの出塁率は、314、打率は27、272であり、これは FA で競合した、フレイジャー、打率は、213だが、出塁率は、 344よりを下回る数字であり、これが2017年オフに FA になった際に厳しい評価に移る一因になってしまった。また、コンタクト技術に長けており、2012年以外は、三振率が20%未満では5点以上と、パワーヒッターとしては三振が少ない。さらに、2012年以降はシーズンごとに三振率が低下しており、 スモールボールを基調としたロイヤルズ野球にあって、低打率でも三振せずに一塁方向へ進塁がにしているケースが多い。高校時代は遊撃手であったが、プロ入り2年目途中から三塁手へ転向。守備範囲と肩の強さは合格点であるが、失策がやや多く、将来的には守備の負担が少ないポジションへのコンバートも予想されていた。メジャー昇格後は、 ハイレベルな守備力を発揮し、攻守の三類種として高く評価されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。